OK ですよ。早っ。さあ、いいですね。胸ってあんまり見ないか分かんないんだけど。そんな女性でも結構女性同士でおっぱい見ません？比べたりとか。いや恥ずかしいんですよそれ。あ、そうなんだ、うん、あ、なんか銭湯とか行っても行かんの？行かないっすね、行かないっすね、直視できないっすよ。触りっことかしたりするじゃないですか。あー、でも高校の時ぐらい。あー、大人になったらやらないんですか？やらないっすよそんな。もったいない。友達の授乳見てるぐらい。あー、なるほど。授乳もエロいっすよね、なんか。いや、授乳エロくないっすよ。エロいっすよ。さあ、じゃあ行きましょう。研究員から理想のおっぱい行きましょう。じゃあじゃあ行ってよ、自分でやりながらやってよ。はい、はい、僕のおっぱいはじゃじゃん。これ見えてっかな。どれだろう。おー、なるほど、はいはいはい。でかいっすね。でかいコース。なるほ ど, どじゃあポイントをちょっと教えてもらっていいですか。ポイントはですね、はい、見てもお分かりの通り、はい、垂れ気味で、はい、左右対称じゃない、アシンメです。あ、今流行るアシンメ撮りですね。そこに人生が詰まってるじゃないですか。でもみんなそうですよね。いや、というかこのそのおっぱいって、はい、国民男性が大好きなおっぱいじゃないですか。それ大きさといい、これはもう中国に負けてるんですよね。そうっす、垂れ気味で、はあはあ、垂れ気味だとそのバックからやるときって、はあ、ちょっとなんていう、下に垂れたような感じになるじゃないですか。ああ、そういう絵面見たことありますね。あれがエロいっす、ね、根元が細くなっちゃってる感じですか。そうそうそう、ちょっとウリみたいな感じ。ヘチマみたいな。見すぎですね。横落ちから見すぎですね。やってる本人は見れないんですけど。そうね。これ横落ちの映像見てる人しか感じられないってことでね。さあ、素晴らしいんじゃないでしょうか。さあ、はい、じゃあ次、俺行きましょうか。はい。俺も形で書いてないんですけど、だからややこしかったんですよ。俺これですね。はい、ダダン。これ横とちょっと正面から。横と正面からちょっとやらせていただいたんですけど。ははあー、わかる気がする。まあ、要はちょっと顎食いされてるくらいですかね。はい。顎を食いっとされてる感じ結構嫌いじゃないですね。俺、まあ、俺は小ぶりな感じでちょっといいので。結構でも針があるような感じ。そうですね。それ見ると。針大丈夫ですね。ハリーポッター大好きですね、ほんとね。あとですね、ちょっと追加して書くとですね、外人さん的なちょっと離れたパイオツも好きなんですよ。ああ。こういうの、ハリウッド女優履くじゃないですか。ガリガリな。こっちガリガリだけど、こっちオッパーある。あれ、あれ、あれですね。あれ、意外と好きです。ありがとうございます。でした。ありがとうございます。これ、教授のパイオツでした。じゃあ、次は。さあ。助手はいかがですか？じゃあ、助手行ってみましょうか。助手、ちょっと画力が。お。ないので。素晴らしい。女性的なパイオツ書いてますよ。さあ、では行きましょうか。わかるかな。じゃあ助手のおっぱい行きましょう。ほい、わかるかな。なんか、うん、何かな、これどうだ、こういう感じ。なるほどな。ちょっとじゃあいろいろ説明してもらっていいですか。これ正面からか書けなかったので、はいはい、私も教授派です。はい、ちょっとこういう感じの胸が好きです。こういうより。なるほど。あ、ごめん。あ、そうそうそう。上がり気味の胸が好きですね。なるほどね。これどのアングルですか。これ顔がアングルですか。こっちです。ああ、なるほどね。こういう。ちょっと上向きなね。そうそうそう。ああ、これは80の CD ぐらいですかね。これマジ ？C か D ぐらいですか。あ、でも CD が一番いい。理想ですね、ちょっと。いいですね。乳首は黒く描かなくても大丈夫です？いや、理想は白なんで大丈夫です。なるほどね。黒豆、田んぼの黒豆じゃなくてもいいですね。あとなかなかこれ好きですね。これも好きですね、ダンス。あ、離れてるやつですか？そうですね。まあ、というよりもですね、大事なのはですね、これここくっついてるとこ。ここくっついてること大好きですね。これちょっと汗ばんでもらうと。え、じゃあめっちゃでかいってこと？ちょっと汗ばんでもらうと好きですね、こっちで。なかなかいないですよね。いや、いないです、いないです。いや、だからこれがブラジャーにこうなっててもいいんですよ。いや、やっぱなんだかんだ言って男このね、こっちの間狭いの好きだと思うんですよ。へー、ここになんかちょっとチョップでもしたくなるんですよ。
ああ、確かにありますね。ブラなしで。いや、ブラもこれはなしではできないですよね。そうです、ね。おそらくね。挟まれたいですもん、やっぱり。挟まれたいっす。男は挟まれたいですもん。そうですよ。よく見ますもんね、こう。AV でね。あの、男が手を掴んで、こう、谷間作ってるとか。いわゆるパフパフですよ、ね。パフパフですね。パフパフ。よく見ますもんね。わかんないでしょ。さあ。じゃあ、最後にですね、エキストラでですね、はい、助手の本当のおっぱいを書いてもらっていいでしょうか。私、どうですか。あ、いいっすね。失敗。自分で言ってますか。じゃあ、俺が大体予想しようかな。書いてます？もう悲しすぎて。俺はこれぐらいじゃないかと思ってた。ちょっとね、リアルな感じだからやめてください。いや、これまあまあ、でも、俺、D、C ぐらいあるんじゃないですかね、これね。嘘、多分こんなんだよ。これ、消しましょうか。できました。あ、これ、ちょっとですね、ちょっと放送禁止になりそうなんで。僕らにも見せてください。放送禁止になりそうなんでね。できました。助手のおっぱいこれです。なかなかリアルな、ちょいおわん型の、ありがとうございます。はい、なってると思いますね、うん、なるほど。嫌いじゃないですね。手のひらサイズっては選ばれましたよ。手のひらサイズ、ポケットサイズですね。ちょっと乳首も黒くなってですね。これリアルスイング出てきました。これ80歳じゃん。だから見に来ないでこんなって言うから。本当。みんな見に来ない。みんな今度晴れパネで作ってあげますからね。さあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないです。さあ、行きましょうか。じゃあ次の初めてのシリーズ何かありますか。はいはい、次は、うん、僕ですか。はい。そうですね。マジか。ちょっと待ってくださいね。いや、なかなかいいですね。うん。これ、あなた乳輪小さそうですよね。大きいねっては言われたことないですね。あ、ないですか。うん。いや、言う人いるんですかね。わかんないですけど。わかんないですけどね。あ、これ乳首シリーズもう一回じゃ行きましょうか。はいはい。あ、これま変えたいんだったらいいですけど。あ、いいですよ。これ次あるんで。どうぞどうぞ。初めてシリーズじゃなくなっちゃうんですけど。うん。まあ。今までで見た乳輪の一番大きい小さい書きますか。あ、小さいでいいや。大きい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 。はいはいはい。男性のないんだよな。男性みんないいぐらいでした。いや、男性でも大きい人たくさんいるじゃないですか。うっそ。いますよ、いますよ。会ったことない。あ、いるね。友達の小谷君めっちゃでかいですよ。AV 見てても結構でかい人いますもん。友達の小谷君これぐらいありますね。うん。これ男性ですよ、ね。これ男性ですね。友達の小谷君これぐらいありますね。はい、あ。結構いい体してるんですけど、なぜか乳首にしか目がいかないっていう。うん。これ小谷君こんな感じですね。見たことない大きい人。研究員、いつも研究してる研究員。はいはい。あれやっぱりおっぱいの大きさに比例するんですか。いや、比例しないと思いますよ。しない人もいますよね。いますね。あ、小さくてもだって乳輪だけでかい人ってたくさんいますもん。あ、本当ですか。さすがですね。全部あれですよ、モニター越しですけどね。そうですね。いや、もちろんそれ研究対象ですから。あ、そうですよね。それがもうね、本当ライフワークなんでね、うん、そのために仕事してるって言ってましたからね。さあ、じゃあ僕からいっちゃっていいですか。はい。じゃあ僕はですね、こんな感じです。特大の、乳輪に乳首が小さめ。これ1分の1スケールですか。そうです、これ1分の1スケールです。嘘でしょ。本当っすよ、こんな感じです。それもその子は結構パイオツも小さくて、はい、実際はこんな感じでした。比例で割合的に。マジですか。これはあれっすね、やばいっすね。すごい。なるほど、これは面白いっすね。男性ってこれ、あ、だからこそ言えるんですね、そういうことが。そうそうそう。ああ、なるほど。じゃあ次俺いきましょう。はい、俺これです。ザザーン。これはい。
もうずっとおとなしでいいですか。そうですね、これはちょっと、ちょっと黒目な。梅干しじゃないですか。梅干しですね、でもですね、もうちょっとこんな感じですかね。おー、あー、これはまあ今まで見た、なるほど、一番のあれですね。結構使い込んでますね。使い込んでますね。あとですね、要はあとグラでかかってるんですよね、輪郭アウトラインがきっちりしてないっていうか。ああ、アウトラインも結構しっかりしてる方たくさんそういらっしゃいますよね。はい、なんかちょっとふわっとこう、はいはい、フェードアウトしてる感じっていうんですかね。ありますね、ありますね。グラでかかってる感じありますね。まあ至って普通ですね。先ほどの研究に比べたら、うん、研究ワーッとなるじゃないですか。おおってなりました。最初びっくりしましたけど、逆にエロいなって。さすがですね、さすがですね。さあ行きましょう。これ俺も何を書いてるか俺はもう分からないですけど、じゃあ助手行ってみましょうか。はい、さあ助手の今まで見た乳首、多分平均、はい、ザザン、このぐらいです。いこんくらい。さあすいません、さあどういうことか説明してもらっていいですか。平均なので、はい、あんまり大きいっていう人を見たことがないんですよ。なるほどね。まあ男はそんなもんっすよね。なんかつまめる、あの本当につまみぐらい。そうかそうか。これおけけは生えてなかったですか。あ、生えてます、生えてます。ボーボーですか。うん、ボーボーな人は会ったことなくて。これ実数でも普通ぐらいですね。だからそうそうそう、できればちょっとあのなんか胸毛生えてる人とかとはちょっとやってみたいです。ああなるほどね。朝のただのぐらいの胸毛ぐらいですか。うん、なんか触ってみた。あれセクシーの胸毛ってどういう衝撃があるのかなっていうのは経験してみたいです、ね、なんかちょっと背中毛生えてる友達もいましたけどね。でも胸毛生えてる女の人もいますよね。あーいますね。あ基本だって女性ってヒゲも生えるからいろいろ生えちゃうんじゃないですかね。特にうちなんちはやっぱ毛濃いからね、うん、結構やっぱりゆっくり見るとやっぱり剃った跡とかありますもん。ああ、そう。そんなの見てるんですか。レディーとかでも。いやあいつだけですよ。あいつやっぱ研究員だから。あいつやっぱ本当に新生、新生ですよ。新春新生変態ですよ本当に。いやいや楽しいですよ。楽しいですか。うん、さあ行きましょうか。はい、おなんか俺バンバン押してますね。そうそう。さあじゃあ次次。はい。はい、じゃあ研究員行きましょうか。はい。はあ。乳首ね、乳首ね、あと乳首がめっちゃ長いってのも言いましたけどね、これぐらい、これぐらいかな。水害があるんじゃないですか。いやなんか怖いっすよね逆にね。本当にちょっとしたなんていうんですかね、ミニキャロットぐらいの感じぐらいですかね、うん、これなんでですかね。座りすぎたんですかね。お、いいですか。はい、さあ行きましょう。はい、元気。初めてエッチなお店に行ったのはいつですか。エッチなお店ってどのぐらいですかね。エッチなお店はもういわゆる風俗です。あ、デリ、あ、デリヘルス、ヘルス、ファッションヘルスみたいな、ピンサロみたいなのでもいいですか。まあそうですね。ああ、俺は18、19ですかね。はい、ね、あの俺その頃東京いたんですけど、はい、魚民、吉祥寺の魚民でよく飲んでたんですよ。はい、でその時うちなんちの友達と一緒に飲んでて、うん、そしたらこうまあ方言丸出しになるじゃないですか。はいはい、そしたらまあ、魚民のなんかカウンターで飲んでたんですけど、うん、そしたらなんか隣にもう 100% ヤクザのおっさんが、はい、お前たち沖縄かみたいになって、うん、で俺はここら辺のなんか主なんだぞみたいな、うん、ちょっと感じの人がいて、で 100% 多分生きってるだけなんですよね、うん、だけど俺ちょっと調子乗っちゃって、はい、やばいっすね、出世してますねってめっちゃ褒めたら、うん、めっちゃいろんなとこ飲みに連れて行かれて、飲んだら帰る、一杯飲んだら帰るっていう、ラッキーじゃないですか。ここ俺の店だからとか最終的に言い始めてて、はあはあ、でなんか店長さんに聞いたら全然知らねえですとか言って最高ですね。そう、もうやべえなこいつと思って、俺でも部下なんか手下待たせたるけどお前たちと付き合うわみたいなって、うん、ありがとうございますとか言って俺調子乗って言ってたら、はあ、いろいろなんか風俗も連れて行かれて、へえ、まあ、合計なんか3カ所ぐらい、うん、すげえそういうのお金使ったんじゃないですかね。
あ、めっちゃありがとうございますとか言って。羨ましいですね。はい。それが初めてですね。はあ。ある時、だから、なんていうんですかね、ピンサロって言えばいいんですかね。ああ、お口で的なところですか。そう、なんか、真っ暗闇のところで、なんか、おしぼりで吹かれて。はいはいはい。ああ、ありますね。はい。はあ。で、あっちの部屋に、行くには1万円かかりますみたいな部屋があるんですよ。多分、アウトローだと思うんですけど、インローじゃない方ね、アウトローだと思うんですけど、まあ、それ、あ、いや、全然結構です、お金ないんで、つって。結構、ああいった昔、沖縄にもたくさんあったじゃないですか。今は少なくなってきてるけど、あ、そうなんですか。ピンサロとか、あとは、あのチョンノマ的なやつとかもあったじゃないですか。チョンノマさん、境町みたいな。うん、まあ境町とか、あと新町とか。あ、新町、ああ、はいはいはい。今なくなってますもんね。なくなってますね。あれ、ここら辺も赤ランプみたいななかった？沖縄市ですか？うん。わかんないですね。なかったっけ？ああ。昔ゲームボーイっていうあだ名の女の人とかいましたけどね、新町に。え、なんすかそれ。多分180キロぐらいあるんですよ。ずっとゲームボーイしてる。まあ、多分マニアもいますからね。いますかね。いやー、そんな感じですね。どうですか、研究員はどうですか。僕は初めて行ったのは結構僕遅かったですよ。大学の卒業式の前日だったんですけど、で普通にあの流れるおっぱい行って、でそこのお店の人と仲良くなって、はい、で、あの明日俺卒業式なんだよっつって、そしたらじゃあ来るよっつって、で番号とかも聞いてたんですけど、はい、で卒業式当日になったら僕いろいろ、あ、その彼女とかも来たんで、あ、やべえと思って速攻電話して、俺卒業式出ないことにしたから来ないでくださいみたいな、そんな感じ。あ、それ風俗の女の人。そうです、風俗の。ああ、ああ、まあでもすごい可愛かったんですけどね、という別、特にオチのない話でした。なるほどね。いつも通りですね。いいですね、この曲の変わる時感じもいいですね。いいですね。こうもう本当にオーナーの手を借りながら今、あのリハビリしてる、なんか、おじいちゃんに見えてきましたね。しんどいっす。いやもう俺も今、おじさんに話しかけられた気分ですね。さあ、そんな感じで。これはまたボードはやりやすいですね。確かにね。僕はやりづらいですね。はい。やること多すぎて。それはね、ちょっと覚えてくださいね。何ですか？風俗行ったことありますか？風俗はないです。ないですよね。ないですね。行きたいですか？男風俗みたいな。ホストクラブあります？ホストはあります、あります。ホストはあるんですけど、苦手ですね、そういうのは。あ、やっぱり。うん、なんかほら、添い寝屋さんみたいなのもいるじゃないですか。そんなあるんですか？そうそう、女の人専用の。へぇ。添い寝だけして帰るっていう。わ。あ、もう終わっちゃうよ。終わっちゃう。CM 大丈夫？あ、2回も2回なかったか。連続でやったんで大丈夫ですよ。ありがとうございます。安心してください。大丈夫です。安心してくださいって言った。優しい。じゃあ、ラーメンまた来週もよろしくお願いします。最低。